トギモチセカンドです。今日はね、ちょっとこれ韓国のコンビニで面白いのが出ました。新規販ムルジェリー、珍しい水のゼリーっていうやつなんですけど、これさ、インスタで見てちょっとね、買いたかったやつ。プルプルしてるんですよ、こう振った感じが。で、若干ね、これ普通のサイズよりもちっちゃめのボトルに、ペットボトルに入ったやつなんですけど、ソーダ味、ウォーターゼリーって書かれてる。で、ソーダなんだ。え、じゃあ振っちゃダメなのかな。でも炭酸ではなさそうなんだけど、味だけソーダか。開けてみます。出すよ、これ。出ない。あ、出た。待って待って、めっちゃゼリーなんだけど。もうさ、最初ひっくり返してここで止まって出なかったもん。すごい。あ、しかもね、すごいサイダーというかソーダの匂いする。こんなの、ちょっとじゃあ飲んでみよう。あ、ソーダ、やば。これムルゼリーっていうかゼリーだよ。見た目が水の、水に見えるだけでゼリーだよ。これはね、もう甘いゼリーがペットボトルに入ったやつで、味は完全にソーダ。でもね、美味しい。なんかスイーツだ。ごくごくいけない。だってゼリーだもん。ちょっとゆるいゼリー、なんかゼラチンちょっと少なかったかなって、手作りの時に。そんな感じのゼリーから、美味しいです。なんかでもこれぐらいの方がなんか飲みやすいというか、うん。あのね、でもこれもっと冷やしたらよかった。ちょっとこれ早めに出してたから、あの冷蔵庫で冷たかったのにちょっと生ぬるくなってます。これね、キンキンに冷やして飲んだら美味しいかも。あとさ、今気づいたけど、ここに振って飲んでくださいってあった。気づかなかった。なんか、ソーダだけど、炭酸じゃないです。なので、もう振っても全然大丈夫。だからさ、ちょっとしか振ってなかった。で、途中でやめたから、これ最初出なかったんだ。多分、しっかり振ると出やすいと思います。っていうか、ついで飲む人いないよね。もうこのまま行くよね、普通は。いや、なんかさ、韓国のドリンク、私すごい好きで、韓国はちょっとね、奇抜なのが多い。なんか日本って、この組み合わせ絶対美味しいやんみたいなのが出たりするし、あとパッケージがね、上手だなって思うんですね。韓国はパッケージがなんか美味しそうな感じよりも可愛らしさを重視してる気がする。で、定期的に出るこの奇抜な商品。え、それ牛乳にしちゃったのとか、まあこれもそうだけど、水ゼリーとか、なんか気になるけどちょっと飲むの抵抗があるなっていうやつがよく出る。で、私はそういうもの好きだから結構買うけど、安定派の人は買わないだろうな絶対みたいな商品が、1週間に1回いくつかは出る。韓国って新商品の日が確かね、木曜の夜かそんぐらいじゃなかった、金曜かそんぐらいなんで、新商品の入る日っていう時にいろんな美味しそうなのもあったり、珍しいのがあったりする中で、ちょっと奇抜なのが1個入って、1個よね。なんかたまに、いや今週奇抜なのばっかりかなっていう時がある。でもそういう時は結構私の中で狙い目で、動画のネタにできるから。まあでも私性格的にちょっと奇抜なの好きだから、毎回楽しみなんですよね。先にさ、ネットで今週の新商品っていうのがその裏販売前に出るじゃないですか。それでもうワクワクみたいな。その新商品のなんか紹介待ちみたいなとこあるからね、まあ、また面白いなったら買ってみます。これちょっと、もうちょっとこれ私冷やしてんのも、生ぬるいとね、そんなにかも。でもこれ冷やしたらめちゃくちゃ美味しいと思う、まあ、よかったらチェックしてみてください。以上、韓国のコンビニで買った新規販ムルジェリーでした。